エルンスト・フェルディナント・フォン・ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル。ベーベルンは、ブラウンシュバイク・リューネブルク公の一人、ベーベルン公。1682年、ブラウンシュバイク・ベーベルン公・フェルディナント・アルブレヒト一世と、クリスティアーネ・フォン・ヘッセン・エシュベーゲの4、男として生まれた。1706年5月1日、プロイセン王国軍の大佐になった。同年12月、 双子の兄弟であるフェルディナント・クリスティアンの後を継いで、ブラウンシュバイクのザンクト・ブラジーとザンクト・キリアクスのプロボストになった。1735年3月1日、兄のフェルディナント・アルブレヒト2世が、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル考領を継承。エルンスト・フェルディナントには、アパナージュとして、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル・ベーベルンを与えた。エルンスト・フェルディナントは1746年に、 ブラウン・シュバイクで亡くなった。彼は、ブラウン・シュバイク・ボルフェンビュッテル・ベーベルン・クゲを創設したが、1809年に、息子のフリードリヒカ・カール・フェルディナントが死去したことで、断絶した。エレオノーレ・シャルロッテ・フォン、クールラント1714年8月4日、フリードリヒ・カジミール・ケトラーの娘、エレオノーレ・シャルロッテと、結婚、13人の子女を設けた。ありがとうございます。